はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。これから普段の生活でもしかしたら一生使わない一文を言います。皆さん、金玉食べたことありますか？今までに数々の金玉を食べてきましたが、今日は新たな金玉に挑戦します。羊の金玉です。それでは早速やっていきましょう。はい、こちらは羊の睾丸です。要は金玉です。ホルモン屋などでは放電と呼ばれたりもします。あまり日本だとスーパーやお肉屋さんでも売ってることが少ないので見かけることもないですよね。今までにうちのチャンネルでは豚、牛、鹿、イノシシ、鳥の睾丸など様々な睾丸を実食してきました。今回は羊ということで、また新たな世界が開けそうです。羊の睾丸は日本で料理に使われることはほとんどありませんが、ヤギの睾丸は沖縄の一部の地域では食材として昔から刺身などで食べられています。世界に目を向けると、子羊の睾丸はイタリア料理、イギリス料理、バスク料理、中華料理、ペルシャ料理、イラン料理、アルメニア料理など様々な国や地域で提供されています。以前作ったロッキーマウンテンオイスターを羊の睾丸を使って提供したりもします。かなり弾力があって、水風船にパンパンに水を詰めたようなずっしりとした重さです。ちょっと匂いを嗅いでみましょう。あー、羊ですね。これはジンギスカンなどでも感じる羊の香りです。もう本当に体の根本からこの匂いなんですね。この睾丸がどれくらいの大きさの羊のものか分かりませんが、一般的な豚の睾丸に比べると一回り大きい気がします。見た目は血管がはっきりと見えていて、牛の睾丸に似ています。ラムだとここまで大きくならなそうだし、マトンですかね。それでは半分にカットします。かなり周りの皮は弾力があり、肉厚で丈夫です。中身はプルンとしていて、レバーやチレのような質感で、色は薄めのピンクです。この色に関しては基本どの動物も似ていますね。何を作ろうか悩んだんですけど、今日はこの睾丸を使ってカレーを作ります。まずは玉ねぎを粗めにカットします。次に唐辛子を斜めにカットします。ニンニク、生姜をすりおろします。フライパンに多めに油を入れて火にかけ、玉ねぎを炒めます。途中でターメリックを加えてしんなりするまで炒めていきます。生姜、ニンニク、唐辛子を加えてよく混ぜ合わせます。この時点でいい香りです。カイエンペッパー、塩を加えます。水を加えて煮込んでいきます。沸騰したら皮を処理した睾丸を加えて、さらに5分くらい蓋をして煮込みます。仕上げにコリアンダー、ガラムマサラを加えてよく混ぜ合わせて、さらに5分くらい煮込みます。最後にパクチーをちぎって加えて火を止めます。あとはお皿に盛り付けて完成です。見た目はまさにカレーですね。まさかこれが羊の睾丸だとは想像もつきません。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は日本ビール株式会社のカリビアンパイナップルを飲んでみましょう。この常夏のビーチを思わせるような南国な雰囲気漂うレトロなラベルのデザインに惹かれて、ついついカゴに入れてました。色は白く濁ったような黄色です。パイナップルをそのままかじったようなフレッシュなパイナップル感があります。この甘くトロピカルな香りからは想像もできないくらい甘さは控えめでスッキリです。アルコール 4% と低めなので、シーンを選ばずに気軽に飲める一本です。それでは羊の金玉カレーいただきます。これだけスパイスなどと調理してますが、やはり羊特有の香りがします。自分はマトンカレーとかもたまに頼むので、その感覚で食べれば特に問題ありません。食感は加熱したレバーが近く、味わいはさっぱりとしてます。レバーよりも歯切れがいいです。はじめは強く感じる羊の匂いも、食べ進めるにつれてスパイスの香りと中和されて気にならなくなります。この唐辛子の辛さの効いたカレーは食べるにつれて体の中心から熱くなってきます。最後に入れたパクチーがいいアクセントで爽やかさがプラスされてます。今では冷凍保存されていつでも手に入りますが、昔は肉用に育てた若い動物の去勢した際の副産物だったので、春頃に限られた場所で食べられるような食材だったかもしれません。もしかしたらこれから日本のスーパーなどでも今まで見たことがないような部位などが並ぶこともあるかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。羊の金玉いかがでしたか？皆さんの地域でしか食べられていない食材とかあったらぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。そして埼玉県熊谷市にホルモン島田4号店も新しくオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。